アギラ一世はヒスパニア及びセプティマニアを治めた西郷と王。他にアキラとの綴りも見られる。アラリク一世とその子孫が属するバルト家の血筋だとされているが、具体的な系事関係は不明である。2年余り統治したテウディギセルが暗殺された後、アギラが実権を握った。しかし、彼が王となったことに反対する者が間もなく現れた。最初は、 コルドバの町の反乱だった。セビリアのイシドールスは、この反乱がアギラのアリウス派信仰に反対する、地元カトリック教徒によって起こされたことを示唆している。自分の著書においてイシドールスは、アギラが、地元の聖人である、アシスクルスを祀った教会を、敵の地や、動物の地で聖なる墳墓を血まみれにし、汚したことを記している。この争いの中、軍隊の大勢と、 王室の宝物と共にあった、アギラの息子の死が誘発された。歴史家、ピーター・ヘザーは、アギラに反旗を翻した、いくつかの集団の一覧を挙げている。地方豪族アスピリウスは一つの参観地域での派遣を確立した。カンタブリアの地主たちは自治を行う元老院を確立した。年代記作家ビクラ連室のヨハンネスによれば、それは、 サッピとスワニと呼ばれたと伝えている。最も重要な藩、アギラ派の人物はアタナギルドであった。彼はアギラがコルドバに敗れた551年より反乱を起こした。セビリアでアギラ軍とアタナギルド軍は衝突し、アギラは二度目の敗北を喫した。この時点で第三の勢力がアギラとアタナギルドの間に割って入った。東ローマ帝国である。 ピーター・ヘザーが記したように、二社のどちらかが、東、ローマをヒスパニアに呼び寄せた。東ローマ軍は552年に、ヒスパニア南部に到着した。ヘザーは、セビリアのイシドールスの文章を理解した上で、アタナギルドが、東、ローマを呼び寄せたと主張する。一方で6世紀ローマ帝国の官僚、ヨルダネスは、その著作劇下において、アギラが彼らに援助を求めたと記している。 この三者による紛争の最中、アギラは殺害された。セビリアのイシドールスによれば、アギラの引き起こした戦争を破壊した上、権力を保持してい部下に殺害されたという。しかし彼らは援助を口実に、東ローマがヒスパニアを侵略することを恐れていた。アタナギルドがその後大いについた。ありがとうございます。